あ、元が閉まってるんだ。ここからさらに、上の方に登っていくとその奥突きがあるということらしいんですけど、これは相当古そうですよね。これじゃさすがにないよな。こっちかな。書いてありますね。石跡、元井の中、奥石と、書いてあります。これはもう戦国に作った感じかな。漢字のフォントがそんな感じですよね。では登っていきましょう。まあまあこれぐらいの坂だったらいいですね。もう前回すごいところでしたからね。多分東青山を行ってしまったから、今後も多少の山道だったら全然気にしなくなるんでしょうね。あそこを越えるって言ったら本当の命の危険が、あってあそこでも十分、あの崖の下とかあれ高所恐怖症とか関係なく怖いところじゃないですかね。崩れちゃってましたもんね。いやー、ちなみに車結構置いてありましたけど、今のところ誰ともすれ違ってませんけどね。あ、トンボも飛んでます。足元はね、だいぶちょっと気をつけないと、だいぶゴツゴツしてますからね。よいしょ。でも大丈夫です。前回みたいに倒木があるとかそういうわけじゃないですからね。なんなんですか、あの、木をよじ登ったり、川びちゃびちゃしながら進んだり。ねえ、あれはもうすごかったですからね。あれは再生数伸びてもらわんと、なんか、正直、ね、普段あんまりそこまで気にしせずにね、やってるとはいえ、さすがにあんだけ苦労したんやから、あれは伸びてほしいなと思いつつ。よいしょ。結構、この辺りとか、雨降ったら怖そうですけどね。すごい急やね。よいしょ。ああ、急やし。蜘蛛の巣が結構張ってるな。よいしょ。よいしょ。まあまあ奥なんやね。まあ虫もいますよ。これぐらいでしたね。千歳の森散歩道整備事業でできてるみたいです。この事業は三重森と緑の県民税を活用して整備しました。県民税の方使ってね、市じゃなくて、じゃあもう三重県民全然使う権利ありますね。大丈夫です。で、ね、ちゃんと県民税払いますからね。よいしょ。戻そうとらんときませんね。ちゃんと歩いてね。ちょうどこの道が登山道がショートカットになるような感じで作ったのかな。で、縁をくるくる回りながらも、一応車両が入るようにしてるんでしょうけど、ちょっとこの辺りだともう、車で来るのは無理でしょうね、うちらが。よいしょ。こっから、さらに、奥墓が、こっちだよと。おぉ。はぁ、いやいい運動になりますね。どうなんでも十分ヘビも出る可能性あってありますからね。これぐらいの山だったら。よいしょ。いやぁ、ほんとえらい奥に着きましたね、これ。よいしょ。もうちょっとかな。あ、なんかちょっと開けたところに出た。あ、出た。国指定史跡、元井の田舎、奥月となってますね。1801年なんですね。で、戦前昭和11年には、国指定の史跡に任命されましたよと。いうことでございます。面積は 231.14 平方メートルということですね。で、ちょっと読んでみましょうね。そう、やっぱ奥月ですね、これで。で、まあちょっと読んでてみましょうか。この奥月は、森中王を埋葬した墓であり、沖縄には奥月の他に、元井家の菩提寺である、新町かな、新町の、儒教寺にも、参り墓がある。ここ参ればいいじゃん、もう。ここは相当あれです、奥の方ですね。で、王は晩年、
遺言書をしたためらしいですね。俗人を離れた、三家教諭、山室の、ここら辺山室っていう地域ですよね。山室山小学校とかありますもんね。そうそうそう、途中でたまたま見つけたんですけど、で佐渡の妙楽寺の山内に墓所を定めましたと。でこれがここですね。その翌年、今日は元年に病にかかり72歳でこの世を去ったということで、まあ、当時72歳でしたらね、いわゆる大往生になってくるところではございますけどね、うん、もともと薬屋さんのね、なりわいでございますもんね。でお医者さんみたいなね。でそして愛好をして、やまなかった山桜のもとに眠っているよということでございますな。墓石のあざは沖縄の直筆であると。すごいですね。あの字も達者だねですけど、絵も達者でね、あのよく試合裏の元通りの井中さんのあのイザーストアじゃないですか、あれ誰が描いたかって、あのご本人が描かれたらしいですね。本人が鏡見てこんな感じで、あ、うまいこと描けた、これ俺の自画像にしようっていうね、すごいそんなあの逸話もあるらしいですよ。でそれがそのまま使われてるらしいです。珍しいですよね。あの誰かに描いてもらうんじゃないんだっていうね。奥月の傍らには、沖縄の没後の、門人、平田篤胤の、歌碑がある。で、奥月周辺は山室山神社の造営などにより、その後幾度かの改変があったが、沖縄の没後200年の平成13年に、遺言書及び、改正分母図に基づく当初の姿に近い形に復元整備しましたよと。で、それに伴い明治34年の、没後100年の際の事業で山室山奥月保存会により設置された、墓の周囲の石柵、石柱花筒は、妙楽寺本殿横に移住し、本殿横に移転し、保存経営所をしている。あ、さっき見てきたところら辺ってことですね、本殿横ってことは。ああ、そうなんだ。でまた、冒頭150年祭に建てられた牧戸昌平歌碑と、13の塔っていうのかなは、名古屋の門人、上松有信歌碑の傍らに移転しましたということで、いろんなね、ゆかりのところないんで、あの言うて全国暗記しましたからね、この武藤井の中さんも本業を抱えながら、ね、あの地元で薬屋さんっていうのはね、ちょっと病人の人が出てたらね、そこにいてね、はいはいはいって薬処方してとかして、そういうようなことをやっとったらして、ね、あ、これはもう風邪ですねって感じですから、いや、かかりつけ医さんみたいな感じのところなのかな、薬屋さんっていうね、薬師というふうな、なんかあれになってたと思いますけど、あ、なるほど、まあ、町のお医者さんだったですね。で、折を見ては普通の公園とかで結構全国ね、あちこち、行かれたということでございますね。ではそのね、奥月が、これかな、こっちかな、また立派な、よいしょ、いや、だいぶ苔も蒸してますね。ちょっと滑りやすいので気をつけないといけませんけどね。よいしょ。おー。いや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 。よいしょ。よいしょ。はぁ。ほぉ。あ、これか。これが奥月なんだ。で、これが山桜なんですね。めちゃくちゃ綺麗に整備、されてはるんですね。そう、賽銭箱はこれか、これかな。なるほどね。よいしょよいしょ。ちょっともう、あの、これいっちゃってますけど、まあ、これに入れておけば良さそうかな。よし、ちょっとお参りさせていただきましょう。さ、お参りも済ませましたけど、いや、本当に綺麗な、ね、施設でございますね。で、この奥に入っているこれが山桜なんですね。周りのはまた別の木ですもんね。へー。面白いですね。ここにポンとこういう山桜があるっていうのは。まあ、多分、また桜の時期に来たらね、綺麗になるかもしれませんけど、この、新緑というのも、これはこれでいいじゃないですかね。ちゃんと、紫外線もね、止められてますし、いいですね。
そういう男性の過ごし方ね、できたらいいですよね。確かに今の時代に、これだけの墓を確保するってなると、とんでもなく大変そうですけど、でこの辺りにいろんな施設のやつもね、こっちの方が開けた方が良さそうでしたね。よいしょ、こっちの方が全然歩きやすい。よいしょ、あっちはもう元々のあれでしょうね、サイドバイオのやつだったんですけど、ここにクスもありますね。これが13の塔の像でございますかね。なるほど、なるほど。お酒のお供えも、していただいておりますね。これが、ここにも、クヒが入ってますね。ソッソン、ユータショ、ですから、ひ孫ですね。ひ孫にあたる方の、クヒが、書いてあるんですね。その朝、今日の朝、清めするな、ね、教養の、ね、あの、山田の教養の限界が書いてありますよね。どうしてもね、この、あの、このやつ、このやつのね、自由なね、解読がね、できないんでね。いや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 、読めない。きっと誰か読める人がいるはずです。一応街でね、そりゃ、例えば、うちのね、ちょっと大学のね、後輩の方とかでね、こういうの興味ある人いないかな。あの、社会学部、現社でね、現代社会学部、宗教大学の、どうですか、レポートのネタにこんなの取ってきましたけど、いかがでしょうかっていう感じでね。そうそうそう、大学生も言うて、なんかこういうようなレポート書くのにね、いろんなところフィールドワークで行ったりとかね。ありましたからね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これで。ね。ふぅ。で、帰りは、